ナビノリ、ロナとファンのファンタジーラジオ。皆さんこんばんは、マビノリの世界へようこそ。ロナリ作役イソチこと磯村智美です。クライス人のパン役パンパカパンティーヤロー、オノパンことオノユンキです。パンティの番組じゃないよ。パンティパンティ。マビノリの世界の魅力を皆様にお届けするファンタジーライフ系ウェブラジオだよ。パンティ、え、パンタ、パンティジーライフ系ウェブラジオだよ。どうしたんだよ。いや、ほんとすいませんでした。あの開幕パンティじゃないか。開幕パンティすいません。あの、うん、あのですね、うん、パンティ、うん、パンティじゃなくちゃいけなかったあのパンパカパンティ、うん、あのあのパンとね、あのアルパカのパカ、うん、でパンパカ企画でなんかできないかっつって、うん、パンパカパンティ作ろうみたいな言いましたけど、うん、あれなんかパンパカパンツっていうね、うん、あのゆるキャラというかキャラクターがいるんです。豚さんね。はい、あのパクったわけじゃないんです結果的に本当に偶然の偶然の産物で、たまたま語呂が本当に似てしまっただけで、まあまあ、あのパンパカパンツはこうね、ちっちゃい子がとかね、うん、お子さんとかも楽しめる形で、うんうん、で僕のパンパカパンティの方はもうあのみんな楽しめる形なるほどねみんな楽しめる形でいいんじゃないかと、犯罪者の言い訳みたいな、まあまあまあそんな感じ で撮って、どうとでもまあ撮っていただいてまあまあいいんですけど、まあ健全な意味ですよ、僕はね言ってるのは。まあそうですね、はい、そんなパンパカパンティどうすか。もうダメだって言ってただろ。ネクソンズどうですか。前向きに検討します、はい、前向きにダメだと言ってないです、前向きに言ってますから、はい、もう大人語覚えな。え、どうなんですか、大人なん、ほら、なんつうんですか、あの、なんつうか、なんで、デス、え、デスランド、なんだっけ、デスランドって何、何、死ぬ、あ、違う、ネバーランドだ、ネバーランドね、あのどこに来たいのどこに連れてきた、そのピーターパン、うん、怖い怖い、ほら、大人になりたくないみたいな、ピーターパン、うん、症候群、それだ、うん、そういうことですよ、それなの。はい、そうです。大人語ね、覚えた方がいいって。覚えたくない、そんなの。社交辞令的なものとかあるんだよ。なんだ、覚えたくないぞ。小野くんに、え、やるわけねえだろバーカって思ってたちょっとねくもとさん言わないじゃん、そういうねくもとさん優しいからさ。そうだ、僕のこの純真な僕を、この目を見てください、この純真そのもののこの、え、な、な、あ、イベント自体は面白いと思うけど、企画としてはいいですね、ということですね、ま、パンパカパンティがよくない。パンティか、パンティか、確かにパンイチでね、あの野山をかけずに回るわけにはいかない。パンティ変えてくださいよ、じゃあパンティ変えない、うん、パンパカ、ちょ、パンパカで、パンパカ何、ゴロガだって、なんでこの前のパンパカローブ、パンパカローブ、あ、パンパカパンいいじゃないですか、パンパカパン、パンパカパン、パン、でも毛をさもう食えねえわ、食べないんだよ、もじゃもじゃじゃねえでしょ。だからもっとパンパカパンなんちゃらみたいな、なんかないんすか、人は。うわー、パンパカなんとか、パンパカ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 なんとか、ちょっとなんだ、パンパカパンパカパチンコ、何パチンコって、パンパカパチンコやべえな、何それ。なんかちょっとパンパカシリーズで皆さんから募集します。え、募集しちゃうの。勝手に募集します。気が向いたらなんか送ってください、うん、語呂のいい感じで、しかも実用性のありそうな、ね、根久本さんも思わず納得な、 あなたのご意見お待ちしておりますよ勝手にコーナーできちゃった、勝手にいよいよそんなこと言ってる間に、今週末日曜日、そうですよ、マビノリの9周年記念オフラインイベントですよ。重ねたな、9周年か、何重ねたな、重ねた年月をね、重ねたそうだね、いいですね、うん、キーワードはライブ、うん、オーライブ、うん、パンパカライブ、お、やってくれるのやってくれんの。パンパカライブっていうのはもうユータクライブじゃないか。そうだね、ユータク祭じゃないか、単にパンパカマビノリ10周年記念オフラインイベントの時に、なんであいつら出て目指してパンパカライブね、パンパカって語呂がいいから、なんか何でもありそうなんですよ、まあ、パンパカはね、ちょっとあと景気もいい感じするよね、うん、そうそう、なんかいいっすよね、明るくなりそうな感じはする。パンパカパンツの存在だけが引っかかるんだよな、パンパカパンツを。じゃあ泣き物にしよう。だからでも俺もあの LINE のスタンプで使ってんすよ好きで、好きなのね、あれ静岡発の確か、ゆるキャラ好きだね。そうだ、好きなんすよ。あと、うん、カモの橋カモっていうね、すごい雑なイラストなんですけど、知らない、すごい好きな可愛いカモちゃんがいるんですけど、うん、もういっぱいね、もうゆるキャラ大好きなんですけど、うん、まあそんな中ですよ、このパンがね、うん、ゆるキャラになんないの。どうなんすかね、なんかちょっとでもまあゆるっていうよりは、あの小野くんの書いた鼻血出してるあれはゆるキャラじゃんあまああれはな、ゆるいって意味で、ゆるパンみたいの出してみたら、来ました、ゆるパン、ちょっと可愛い感じのね、うん、ゆるパン、ゆるパンならいけるんじゃない、ゆるパンいいかも、うん、
書いても、あ、俺が書くの40種類ぐらい書きますよ全然。俺がうちのうのは、ね、ゆるキャラ的なパンとして、うん、まあただみんな血出してますよ。いいですか、血出さないやつとかもどこかしらから、はい、あれあと血かどうかも分かんないですからね、あれ。あとちょっとあの、はい、肩と足を負傷してる感じのもお願いできますか。完全俺じゃねえかまあまあ生かしつつね。そうですそうです、いいでしょう、はい、はい、それでは皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。ロナパンラジオスタート。マビノギロナとパンのファンタジーラジオ、この番組はネクソンの提供でお送りします。マビノギロナとパンのファンタジーラジオ NPC プレイシアター、本日はオノパンのチャレンジ。じゃあラフ王城2階の空中庭園で庭師をしている青年、先週プレイシアターに登場したリリスの兄、覚えてる？はい、わかりますわかります。母を亡くした幼いリリスを一人で面倒を見ていた苦労人。リリスとは正反対のおとなしい性格で若干影が薄いですが、木や花を愛する心優しきイケメン青年に心奪われたマビノギプレイヤーも少なくないはず、うん、朝の日差しに似た静かな微笑みと麦わら帽子が似合う、そんな NPC アルピンのセリフをどうぞ。あれ、新しく買った肥料はどこに置いたっけ。いいねいいね、来ましたね、来たね。普通にマジのぎちょっとかな。ちょっとマジのぎ、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 やっちゃったな、ちょっとな、やっべ。え、なんすか。マジのぎ、マビのぎとマジ、え、なんすか。前さ、はい、なんすか、すいません。ごめんね。はい。江口くん来た時に普通にやってつまんないなみたいなことすごい言ってたのに、どうしたんですか。なんか心変わりでもしたんですか。じゃあもう一回振っときますか。やってくれんの。じゃあ別バージョン。3、2、1。どうぞ。あれ、新しく買った色どこ行ったっけ。なんで汚い。いいね、わかるぞ、わかるぞ。でもいいねっておっしゃって。なんだよ、なんなんだよ。マビノギロナとパンのファンタジーラジオ。ラジオを聞いてくれている皆さんからのお便りを紹介するマビノギ通信のコーナーです。早速皆さんからのお便り紹介してきますよ。どうしたの、だいぶ変わったね。マビノネームサキュバス戦隊幹部さん、イソッチオノパンこんまり。ちょっとあ、続けつらい、はい、ラジオなんかね、なんか読めないです。サキュバス戦隊幹部さんです、はい、ラジオ毎回楽しんで聞いております。今回小井崎島でロマンチックポイントを 100% にすると習得できるカップル飛行を島以外で使用したスクリーンショットを送らせていただきます。出ました。第59回で2人でカップル飛行をしているところを相方さんが送っていたのを見て、なんか自分も投稿したくなり投稿しました。あら、前回はサキュバス衣装だったのを今回はヌアザセット一式と白い天使の翼を装備してフィールドボスであるブラックドラゴンとツーショットで撮らせていただきました。カップル飛行は2人で飛ぶのも良いですが、1人で飛んだ際も男性と女性とでエモーションがあっていいですよね。ではこれからホワイトドラゴン退治に行ってまいりますっていうね。見てこれすごいよ。見る、男性と女性でエモーションが違っていいですよねって言われても、なんかロマンティックポイント 100% になってないから分かんない、うん、悲しいことに。カナピーよー、そうなんだ。しかしすごいです、うん、相方の方が先に投稿してたってすごいっすね。あ、じゃあなんか彼女さんのこう意思は聞かずにもうスクショを、うん、見とくれっつってね。ね、すげえな、うん、これすごい。ドラゴンでかいやつですよね。でかいドラゴンをこれ飛んだ上で同じ高さでこう撮ってるっていう、うん、ね、衣装もかわいいね、こっちの衣装も、うん、いいな、うん、いやいいね、うん、いいね、これはいいよ、いいね、非常にいいね、いいね、うん、いいね。他にも来てますよ。
この方マビのネーム箸が転げても笑えるお年頃さん、ありがとうございます。ありがとうございます。こんまびは。こんまびは。マビの木のホワイトデイイベントの釣り放置をしながら書いてますマビの木を始めて半年ほどが経ち、毎日のようにマビの生活を楽しんでおります。自分は純魔法使いと言っていいほど魔法しかあげていませんでしたので、うん、友達が守ってくれる時はあまり問題がないのですが、うんうん、一人ではよく死んでしまうばかりです、うん、そこでできるだけ死なないようヘビーアーマースキルを上げることにしました。しかし魔法武器って修理費高いしあんまりお金がないので、安い鎧がないか探していたところ、なんと、うん、結構かっこいい装備があるではないか、うん、ちょうど緑だったので他の装備も緑に染めてみました、うんうん、さらにちょうど小井崎島最終日だったので、うん、緑の竹やぶと月をバックにキャプってみました、うん、これなら人前を歩けるということで答えいただいてます。こんな感じですと。どれどれ。シャキン。あ、緑ベース。かわいいじゃない、うん、かわいいじゃないですかどうですか。またこの緑ベースってのいいですよね、うん、からのこの俺この竹やぶ好きなんですよこれやっぱ小井崎島竹やぶ好きなんだね。なんすかねこの竹やぶは。あ、でもそうだね、あの、うん、ロマン農場でもさ、なんかこう笹があるとことかすごいいいって言ってたもんね、うん、そうなんですよ、うん、なんか和な雰囲気が好きで、そこにやっぱこの若干この和で、まあ、緑が色っていうのも相まって、うんうん、和というわけではないけどちょっと和との調和もできそうな服でねこれ立っていただいてるんで、すごくいい感じの一枚になってますね。ね、いいよねこれ、綺麗綺麗ね。私ね、キャラクターいつも作る時って、はい、髪の毛があのアニメとかにあるような感じじゃない色を使うことが多い。ほうほう。茶色とか黒とか金髪とか、まあって銀髪ぐらいまでなんだけれど、うん、なんかねすごい私のキャラクターに近しい感じがする。こういう雰囲気ですね。こういう雰囲気なのよ、なんか親近感を勝手に覚える、一方的にねあ、でもキャラクターってこういう可愛らしい目もあるんですね、うん、何言ってんの僕見てるのジトメのクツコの顔ばっかりなんで。あれ可愛いだろうが、クツコ可愛いかろ。ジトメばかりを見ているのでクツコ可愛いかろ。クリッとした目もいいですね、うん、はい、ありがとうございます。はい、他にもいただいてますよ、はい、マビのネーム保護中さんからいただきました。磯村さん、小野さん、スタッフの皆さん、こんまび。こんまび。こんまび。第58回でマビノリの料理をリアルでという話題が出ましたが、私はリアルで作る側の人間です。先日こんなことがありました。バレンタインの数日前、突然やってきたのは料理が得意でない友人。これ作ってと突きつけられたスマホにはマビノリの料理の画像、マスターシェフ実装時に追加された新規レシピのアーモンドイチゴジャムタルトというタルトでした。は、おそらくマビノリウィキでも見ても持ってきたであろう材料は以下の通りでした。1小麦粉、2卵、3バター、4いちごジャム、5アーモンド以上。もうなんかいろいろとダメだったのでとつとつと言い聞かせたところ、よりにもよってマビノニのレシピだとこうなんだけどと真顔で言われ愕然としました。マビノリで言うところの生ゴミ錬成なぞ許せるはずもなく、それを送られる人のためにもゲーム内レシピをそのまま鵜呑みにするなと小1時間ほど説教しました。即座に自分で作ろうとしなかったこととちゃんと作り方を習おうとしたことは認めるのですが、どうして料理が得意でないのにこういう手間のかかるものを選んだのか。ちなみにこのタルトは最終的にちゃんと人に送っても問題ないレベルになったので、実際に作ってバレンタインの日に送ったそうですっていう。おー、リアルヨシオだ。アーモンドイチゴジャムタルトねえ、そんないきなりね、いけんのかな、ね、難しそうな。いちごジャムタルトだけならなんかまだ想像がつくんだけど、ね、アーモンドをどう使うかじゃない。乗せるかさ、アーモンドベースのあのね、なんかペーストとか使ってね。そう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 、それといちごとのバランスだとクソ難しいですよこれ、うん、いや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 、それをねマビノキ城のレシピで入っつって、うん、作ってっていうすごいその感じね、いいですね、すごいね、信じてたんでしょうね、うん、できるはずだっつって。結構あのパーセンテージ違うぞ、そうシビアですよ相当ね。きびなごサラダは多分作れると思うけどね普通に野菜炒めときびなごだからさ、いやー料理ね、どうなの、いやいや、あ、自信ある人、いやいや、あの特定のものなら。特定のものは何。あのお好み焼きですねお好み焼きか、お好み焼きか白玉です、うん、白玉、はい、白玉ってあの、はい、白玉パフェ、カフェとかに乗ってる白玉。あ、そうそうそう、いわゆる白玉です。え、白玉粉作ればできるんじゃないの。それが、うん、いやいや舐めちゃいけませんよ白玉を。これがね、うん、白玉粉から作ろうと思ったら、うん、まあ、水の量っていうのはやっぱある程度ね、うん、こう何グラムみたいな
あるんですけど、うんうん、その通りに入れると、うん、場合によってできない時あります。どうして？絶妙なこの粉加減と水加減がね、うん、白玉大事なんですよ、うん、ちょっとでも行き過ぎるとぐちゃっとろになっちゃってもう玉になんない、うん、で足りないとパサパサってね、うん、この絶妙のラインを攻める。白玉メーカーですもん。白玉プロ。白玉プ ロ, 白玉プロ。そんなに自信あるの？白玉プロ。玉プロですもん。本当に。え、実際ちょっと作ってもらいたいね。もういくらでも僕だって。マジで30個ぐらい鍋に浮かべてうん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 って食べるの好きでしたから。なんですか、コシアンと、そう、コシアンと砂糖でそこボン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 ってもう超うまい。でもそう、その時に白と、うん、よく喋りすぎだな、うん、大丈夫大丈夫。白と何、いいですか、いいですか、止まらないですよ。いいよいいよ、白玉止まりませんからね、うん、白いやつと、うん、緑のよもぎのやつ、うんうんうん、両方一緒にこうもう作っといて、うん、そう片方ずつこうコロコロしといて、うん、で片方白が終わったら次緑じゃんスパーッと作って、うん、もう20個20個ずつ作って、うん、40個だそうで、こしあんとサルボン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 、もう大好きですね。何をしてるかそのボコボコは茹でてる、食べてるのか。もう食べてます、はい、食べて茹でつつも茹でながら上がりつつ食べてますもん。出来たてがいっちゃうまいですこれ。はい、なるほど、はい、分かった。君の料理の腕がよく分かりました。はい、ありがとうございます。皆さんお便りありがとうございます。これからもどんどん送ってください。以上、マビノギ通信でした。マビノギロナとバンのファンタジーラジオ、頑張ろうな。マビのネーム K さんからいただきました。近所のパソコンショップの店員さんが商品を見てるとやたら話しかけてきます。僕は一人でじっくり見たいんです。どうしたら放っておいてもらえますか。教えてなんな。わかる、私もそのタイプだ。なので私は聞きたいことがあったらこっちから聞くんでって言っちゃってるので、そういう風にスマートになろうな。いいね、ストレートですね。うん、ストレートストレート、こっちから聞くんでっつって。そうそうそう、なんかなんだろう、まだ皆さん親切心でね言ってくださってるのは分かるんだけれど、気になっちゃって気になっちゃって、私なんぞクズの相手をねしていなくてもいいのですよ。言い過ぎ言い過ぎや、うん、お掃除でもしててくださいって思っちゃう。店内清掃してくださいって思っちゃうの。マビノギロナとバンのファンタジーラジオ、料理クイズ。どうした、またストレートだなと思って。料理クイズです、そうストレート、どストレートです。なんとかなんとかのとかってないんだな、ね、一切ないです。飾り系一切なく、ね、料理クイズです。マスターシェフの才能が実装されてよしよ、マビノギ内で料理フィーバーが巻き起こりました ね、 ね、たくさんメールもいただきました。よしおフィーバー起こりました、うん、そこで僕たちもですね、実際の料理の腕を上げるために、え、料理に対する関するクイズにチャレンジ、実際の料理は腕を上げるんです ね、 ね、別に関係ないのにね、ね、うん、なんだなんだ、ね、最終的に正解数の少なかった方が罰ゲーム、エンディング後に、うん、あ、全力モノマネチャレンジあります、ね、はい、料理普段やりますかって。やんない。まあね、さっきもちょうどその流れありましたけど、僕も作れるのは本当お好み焼きと白玉のみ、うん、はい、お好み焼きと白玉の問題があるといいけどね。そうですね、本当そう、本当そうですよ。あるかな、それさえあればある程度はある程度いきますよ、うん、はい、さあじゃあこれちょっと頑張りたいと思うんですけれども、行こうぜ。さあ最初の問題、はいよ、こちら、うん、何笑ったの、何笑ったの。先生今某 CM のなぜか、どうしたの、某電気店のやつがなさっきまでいたからかな、なんすかね。さあさあさあ、じゃあこちらいきますよ。分かっちゃった、分かっちゃった、うん、超基本問題、うん、料理のさしすせそをすべて答えなさい。さしすせそ、これはまあ確かにね、うん、なんかなんかなんかあったな。え、さ、さが分かんない。さ、さ、なんだ、ん、あれ、ちょっと待って、これ、これ調味料か。ちょっと待って、とりあえず行くしかない。え、料理の、料理の、俺問題どこやった、問題、料理のさしす、え、調味料とかかけらない、さ、え、さ、え、ちょっと待ってよ、調味料とかかけらない、え、ちょっと待ってよ、え、どうなんだ、できたよ、おいおい、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょ、あれ、ちょっと待ってくれ、え、ちょ、ちょ、ちょっといいですか、どうぞ、あ、あぶれ、あぶれ、なになに、え、な、な、ちょ、そ、そ、そ、
砂糖、塩、酢、醤油、ソースが正解は、見てみましょうか。砂糖、塩、酢、酢が精油、味噌、ソースが醤油、ソースが味噌。イエース、でも正解。これ超基本問題って感じですけど、どうしたの。酒、まあ使うじゃないですか。まあ使うけどね、酒、あとソースも使うじゃないですか。そうやけど、私ね、死で白玉子くるかなって。そうですね。でも正直それ書きかけたんです。ちょっと待ってよと思って。はい、やっべえなこれ。うん、やった。やべえぞこれ。次の問題いきますよ。はい、どうぞ。料理用語、隠し包丁とは何でしょうか。やべえ。隠し包丁。やべえぞこれ。くそ。ダメだなもう。はい。ちょっと待って。いや、もう、おいやいやいや、大丈夫大丈夫。ないわ、ないわ。大丈夫大丈夫、できたからできたから。辻田さん大丈夫だよ。最高。はい。隠し包丁。うん。僕は、はい、これカサス。まあ気持ち的にはわかるわかる。ちょっと火曜サスペンス的な匂いを感じます。わかる。私感じます。うん、わかるわかる。そっちは。味が染み込みやすいように切れ目を入れておくこと。知ってんじゃん。わかんないわかんない、違うかもしれないから。じゃあ正解は、正解はタカダン、大根などを煮物にするときに内側に味が染み込みやすくするために切断面に十字の浅い切り込みを入れること。うわ、いやいや、当たり、いや惜しかったですね。いやいや、十字だからそういうことじゃない。ちょっとかすてはいるんですけれども、もういいから早く、はい、はい、ホワイトボード消しかして、はい、行きましょう。じゃあ次ですね。ホワイトボード消しかして、はい、次の問題でした。はいはい、はい、消しな。じゃあ次の問題いきますよ、うん、うん、じゃらん、ごぼうなどの細長い野菜を鉛筆を削る時のようにそぎ切りにするやり方を料理用語で、うん、なんという？え、やばくない？ん？そぎ切りにする。そう、そぎ切り。そぎ切りじゃない？何それ？ねえ、そぎ切りですよ。あ、そぎ切りだこれ。答え書いてある。ねえ。え、そぎ切りだ。もう一回見せて見せて。ちょっと、まあ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 、よくわかんない。見ましょうよ。そぎ切りにするやり方を包丁用語で、はい、包丁用語で。料理用語、包丁用語、包丁に。料理用語で何と用語でしょう、はい。そうなんですよ。え、違うのこれ。何これ、そぎ切りじゃないの？そぎ切りじゃないのこれ。え、何なの？なんかすごいもやっとする問題。違うのかな。そぎ切りでしょ。違う。違う。それだって問題になんない。いやだから。え、そぎ切りじゃないの。ちょっとこれ考えようぜ。うん、鉛筆を削る時のように、うん、そぎ切りにするやり方、うん、なんかあるんだよきっとこういうのは。なんていうの。なんていうやり方じゃなくて。うん、なんかあるんだきっと。切り方。切り方。千切りとかと。うんうんうん。そうですよ。あ、なるほどね。もう。なんかそぎ切りしか出てこないんだけども、うん、なんて言うんだっけあれ。やるよね、やるよね。さあ、いつでもいいですよ。わかんない。わかんない。もうそぎ切りしか、もうそぎ切りですよ。固定されちゃった、固定されちゃった。もうそぎ切りです。うん、しょうがない。さあ行きましょう。しょうがない、しょうがない。じゃあ、そっちから。私、そぎ切り。まんまですね、本当にそぎ切り書いた。うん。僕これ、なかなかですよ。何？ペンシルスラッシュ。超かっこいいこれ。ちょっとすごい。絶対こうでしょ。ねえ。必殺技みたい。そう。ペンスラですよこれ。ペンスラ。ねえ。じゃあ正解は。じゃあ。笹書きです。何それ。切れた形状が笹の葉のような形であることから笹書きと呼ばれています。ごぼうの笹書きを作るときは水を張ったボウルの上で行うと切りながらアク抜きができて便利です。なんすかこの補足。補足なんすかこれ。補足補足。なんだよこのちょっと主婦の知恵みたいな。そうか。笹
さあさあガキか。もう一回いきますよ。さあ、ボタン鍋とは何のお肉を使った料理でしょうか。よっしゃ、あのこれはまじそっちもわかるか。何その残念そうな言い方。おい、はい、いきますよ、せーの、イノシシ、イエーイ。イエーイとか言っちゃったけど違ったらどうしようか、これ私たちすごいこっぱずかしい。本当ですね。え、これでどうする、ワニとかだったら。あ、正解はイノシシの肉です。ね、別名シシ鍋とも言われ、イノシシの肉を使った鍋料理です。うん、ボタンの名は使われるイノシシの肉を薄切りにし、ボタンの花に似せて皿の上に盛り付けることにちなんでいます。なるほど。何でもボタンの花に見えるっちゃ見えるけどね、うん、色なのかな。うん、さあこれラス1、ラス1、あ、ラス1はなんと10ポイント入るんですか。いや、マジっすか。ね、ちょっと待って待って、さあ頑張るぞこれ。ちょっと待って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 、さあ料理クイズ、ちょっと待って待って、おせち料理からの問題です。おせち、おせちですよ。待って待って、おせち料理には一つ一つおめでたい意味が込められています。数の子なら、数の子は卵の数が多いので、あやかって子孫繁栄の思いが込められている。なるほど。では黒豆にはどんな思いが。黒豆、よし、これが来た。知らないな黒豆って。よし来たぞ。なんだろう。よし来た、これ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 は、これは、これは違うな。まあいいや、いいんですよ、いいですか。でもよく考えたら私さ、先週さ最後の問題何ポイントとかいうのやってもらえなかった気がする。当たり前です。そうそうないですか、そんなチャンス。ずるいよ。それはまあ活かせるかどうかあなた次第ですからね。なんでそんな。さあ行きましょう。はい、どうしよう、はい、多分ね間違ってると思う、はい、長生き長寿。あ、なるほど。いやいやいや、なるほどね、うん、はい、私豆に生きよう。黒豆ちゃんもやつかけましたよ、正解は。さあ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 、正解いきますよ。正解はじゃらん、黒豆のように真っ黒に日焼けするまで豆に働けるようにという思い、でってれー、が正解ですよ。あ、なるほどなるほど。ほら来た。ということは、やったー、ほら。はい、最終結果いきます。リソッチ3ポイント。あ、なるほど、検討しましたね。なんだよ、このパン11ポイント。よし、これだって順番違ったら私が勝ってるわけじゃん。結局やっぱおかしいじゃん。いやいや、ほら昔からねあるじゃないですか、ことわざで終わりよければ全てよって。よくないもん。オッケー、よくないもん。やりました、ありがとうございます。ないわ、ないわ、ないわ、杉さん、杉さん、ないわ、ないわ、これはもう、これはもうその音すげえんだよ、それすごいんだよ、杉さんすごい。ないわ、さあ、うそー、なんだよ。え、これ罰ゲームあるんですか、エンディングで。やっべ、マジか、楽しみだな。これモノマネじゃないから嫌なんだよ。楽しみだな。まあ最近ねなんかあれって時ありますけどね。まあそれで以上料理クイズでございました。マビノギロナとパンダファンタジーラジオ。ここでマビノギからのお知らせでございます。いいね、おーおーおーいいね、この音が聞こえてきたということは、いい、ね、来ました、ネクソン、ネクソンのネクモト橋本さんです。よろしくお願いします。あ、いい拍手も盛大だな今日。ありがとうございます。いろんな方がね、いろんな方が出場しますけど、すごいミドルネームみたいな。本当だ。はい、さあじゃあ告知させていただきます。お願いします。はい、インプのイベントなんですけども、こちらが実施中ですけども、こちらは明日、この番組配信の翌日4月10日のメンテナンス前までとなっております。あらま、はい、忘れなくということです。はい、続きまして、春告げの箱というアイテムを販売してるんですけども、はいはい、こちらの販売期限もですね、明日4月10日のメンテナンス前までとなってますので、まあ、買い逃しのないようによろしくお願いいたします。はい、じゃあ最後にオフラインイベントもちょっと今週末に迫っているんですけども、ね、まあ、ちょっと多少、詳細をお話しさせていただく前に、今年もMC として磯地さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。私が MC をさせていただきますよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうしたの、どうしたの、今年は、今年は何か、何かしらちょっと、ね、何かしらちょっと やりたかったです。まあ、なんか目だけでも、あ、ないわ。あ、ごめん、目だけでも、ないわが出ちゃう。そこでさえもう目使っちゃダメ。いいよ、いいよ、使う、使うもね、使っていこう。じゃあこれ持っていきますか。お願いします。なんかあった時にサンプラーを持っていきましょう。はい、でですね、この今回オフラインイベントで、はい、ちょっと結構問い合わせが多かった
ったものとして、うんうん、まあ、イベント会場で、うん、限定販売となるリアルガチャ、うん、リアルガチャこちらの詳細で、うん、まあ、どれも外れのないゲーム内アイテムが当たるようになっているんですけども、うん、でさらに、まあ、大当たりというところで、うん、まあ、何かが入ってるよって話をしてたんですけども、うん、こちらがオリジナルピンバッジ3種類制作させていただきました。すげえ、はい、このためにじゃあ作ったんですね。そうなんですよ、うん、でちょっとな今まあ、ここに手元にサンプルが、はい、ですよ、ね、ありますけれども、はい、うわすごいなこれ結構可愛くできてるかなという、ね、デフォルメされたキャラクターの、うん、まあ、ナオ、モリアン、キホールの、うん、まあ、これが、まあ、入ってるというところなので、うん、ぜひキホールデフォルメされるとすごいっすね。なんか、ね、なんかちょっとでも可愛、ね、いは可愛 い感じになりますね。なんかちょっとなかなか、ね、なんか意外と意外と可愛い感じになってる、ね、なんかなんだろう、39の車掌さんが近い確かに、ね、属性になるよね、うん、はい、でこれですが、はい、ちょっと今回オフラインちょっと多数応募いただきまして、まあ、こちらもちょっと選抜というか抽選とかさせていただいたんですけども、うん、まあ、ちょっと惜しくもちょっと外れてしまったという方のために、うん、16時半からこの販売会場だけ一般公開させていただくような形を取らせていただきますので、まあ、ちょっと欲しいよっていう方はぜひ足を運んでいただければ、うん、これは買うことができるようになる。結構イベントに来られたイベント出られる方と、うんうん、その後オフ会やられたりとかする方もいらっしゃると思うんですけど、もしやれたら会場近くでね、はい、はい、ちょっと早めに来ていただくとかっていうのもありなのかなと思う、うんうん、なるほど、素敵ですね。いいですね。じゃあグッズ並び組とさ、うん、イベント参加組とかに分かれてそうねえ、ええ、それぞれ楽しんでいただいて、オフ会で俺たちこれをゲットしたんだぜとかっていう話をしていただくとね、うん、いい流れですね、うん、最高ですね。一日まびのぎ三昧です。はい、うん、いいなでこちらのリアルガチャなんですけども、まあ、結構数は用意しているんですけども、はい、一応鍵はどうしても出てきてしまうので、ご注意いただければと、うん、最初にイベント、まあ、参加される方は、うん、会場のタイミング会場を開けるタイミングから販売してるので、まあ、ちょっと早めに来ていただけると、まあ、ちょっとそこら辺スムーズになるかなと、うんうんうん、なるほど、はい、公式サイトの方に告知を出させていただいておりますので、うん、そちらの方を詳しくは参照してくださいということで、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。い以上マビノギからのお知らせでした。いい、ね、久保田さんありがとうございました。マビノギ、ロナとパンのファンタジーラジオ、そろそろお別れの時間が近づいてきました。この番組では皆さんからのメールをお待ちしています。マビノギの感想、僕たちパーソナリティへのメッセージ、質問などなど、普通のお便りもお待ちしてます。どんどん送ってください。メールは番組サイトのメールフォームからお願いします。メールに採用された方にはマビノギのゲームで使えるオリジナルタイトル、ロナパンラジオリスナーをプレゼントしますので、欲しい方はメールアドレスも忘れずによろしくお願いします、うん、ここでしかもらえないオリジナルタイトルをゲームで使ってくださいね、うん、って何何どうしたのその顔は。いやいいなと思って楽しそうだなって去年からすごいだね。すげーっすよ本当に、うん、せっかく痩せたのにね。そうですよ、このためにこのために絞っていたのに、くそどういうこっちゃ。いいなみんな大丈夫だよ、銘は持っていくから。ああ銘だけね、銘だけ持っていくよ、ね、小野くんの銘でこれ、うん、これで開幕するからイベントそれもいないやつの声で開幕ってのもねちょっとあれですけれども、ほら一、うん、回さ5分前とかベルが鳴るじゃん、うん、もうそれが声だから、はい、ああ鳴った鳴ったって、またであいついんのいんのみたいなのありますよね、うん、これで開幕します。いやいいな、このピンズもいいサイズですねこれね、また、うん、ピンバッジがかわいい、いいな、いいなみんな、ね、これ好評だったら、うん、来年とかまた違うキャラでとかさやってほしいよね。違うキャラっていうか、あ、そうかな、私たちのキャラクターがいいな、それはどうそうですよ、まずねロナパンがやってんですからこれね、キャラ的にはいてもおかしくないんですけど、なんだろうね、なんかさっきね、ネクモトさんがちょっとロナパン最近出張ってるから外しときましたって言ってた。嘘だろ、ネクモトさんちょっと待って、あ、喋ってる、ついについ待機です、ついに待機です、今回は今回はもしかしたら次回ロナパンパカになるかもしれない。パカもいる、パカいる、パカいる、パカちょっとなんかずるいな、パカね、なんか美味しいとこ、パカなんか美味しいところだけど、そうだあいつ、なんだよ、乗っかってきてるよね、なあなんだよ、大丈夫だよ、井口くん、うん、ほらノーギャラでもいいパカ言ってた確かに言わされてたあいつ、ね、
壊れた機械のように言っていたからそうだ言っていた。ノーギャラで頑張ってもらおう。いいでしょう、そういうことならいいでしょう。いいの、事務所さんに怒られない範囲で止めてあげてよ。友達でしょ。しまあね、それでは今回のマミノギロナとパンのファンタジーラジオはここまで、お相手は磯村智美と花雪でした。バイバイ。この後も続くよ。続かないパカパカパカ。マミノギロナとパンのファンタジーラジオ、この番組はネクソンの提供でお送りしました。さあやってまいりましたよ罰ゲームの時間。そんな神妙に始めなくていいよ。いやいや、ここはね、もうかなりかなり来てますから。どうせあれでしょ、これカード引くっつって1枚しかないパターンでしょ。どうせ、はい、引いてください。ほら1枚しかないよ。はい、引きました。せめてさ、なんか2個ぐらい嘘でも作ろうよ。あ、4月ということで春の陽気に浮かれるパン。パン、え、パン、パンの真似を、いそっちまたまた、いいじゃん。困りましたね。いっちゃいますか。うん、それではいそっちの春の陽気に浮かれるパンまで3、2、1、あきゅたくやパンポッコパンティ考えため一緒にかぶるめポコンダメポコンかぶるめここの毛恐るめポコンダメポコンプルニャンプルニャンプルニャンタクヤの猫が泣いてるパカあ、パカじゃなかったもういいじゃないかもういいじゃないか。ピンポンこれ、ピンポンこれけど大丈夫でしょう。ピンポン押してあげて、誰か、誰か押してあげて、押してあげて。あ、ブーだったそれ、ブーだしよう。みんな分かってない。みんなこのボタン、あ、これ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 が早く欲しかった。みんなこれのボタンの使い方なんで分かってないの